元中国サッカー代表選手激怒。日本戦は誰も足をつっていなかった。中国ポータルサイト直巻派によると、元サッカー代表選手のジョウン・リュウ氏は、サウジ戦では何人かが足をつっていたのに対し、日本戦は誰も足をつっていなかった、と述べている。サウジアラビア戦の 1-2 というスコアは、予想できなかった。もし中国チームがサウジアラビアに対して見せた、努力を最初の試合で見せた場合、本当に日本戦は 0-7 になっただろうか？もはやこの代表選手たちの、技術的、戦術的パフォーマンスに基づいて、このチームを評価することはできない。まずはこのチームに精神的な見通しがあるかどうかを、見なければならない。実際、昨日の中国チームの、若手選手たちは勝ちたいという姿勢を見せてくれました。最初の日本戦の後、私は実際に非常に怒っていた。90分プレイして7失点もしたのに、誰一人の選手として足をつっていなかった。サウジ戦の試合では、たとえ 1-2 で負けたとしても、最後に何人の選手が足を痙攣させたことか、監督の問題もあるが、まずは選手自身の姿勢も大事だ、と記事で紹介されている。この記事を見た中国サッカーファンの反応がこちらになります。11対10で足を痙攣させているのは、評価に値します、ははは。なぜ中国だけが足がつるのですか？他の国ではランニングが少ないのでしょうか？ただの練習不足ですよ。日本と戦っている時は走る機会すらなかった。走るのは盲目的な行為だと、誰もが知っていたからだ。もともと日本はFIFAランク18位なので、あまり期待せず、怒らず、平常心で試合を見てくださいね。いいやつだ、恥ずかしいことを平気で言ってるな。0-7 になるような試合は、走る必要はありません。ハーフコートに留まるだけです。なぜ中国国内の選手は、すぐに痙攣を起こすのか？5大リーグを見ていると、することはほとんどないように思えるし、強度はアジアよりもずっと強い。外国人選手が、痙攣することは滅多にありませんが、うちの選手は大抵、70分くらいから痙攣を始めます。なぜでしょうか？それは非常に単純です。中国スーパーリーグではこれまでに、激しい運動が行われたことがありません。突然激しい運動をした時に痙攣します。サッカーが痙攣によって勝てるなら、私はもう何も言うことはありません。真剣にトレーニングしてないだけ。痙攣させないために、選手たちに卓球をさせましょう。あなたは私たちに、笑いの痙攣を与えました。